はい、どうも、レオジンと申します。ワンガンミッドナイト 6RR プラスの、登場する車種をもっと詳しく知りたいというリクエストが非常に多かったので、レオジン頑張りました。すべての車種を、使いこなしているわけではないので、ワンガンプレイヤーとか、現役の、ね、ワンガンプレイヤーたちと、数少ないフレンドとともにまたお話をしながらですね、ちょっと今回動画を作ってみました。よろしくお願いいたします。この動画を見るにあたってですね、まず5段階、で1から5までで、評価をしてですね、それぞれの性能についてお話ししていこうかなと思います。ブースト、加速、接触性能、ガリですね。この動画ではガリのことも指すんですけど、で、コーナリング、最高速と、この5段階で、考えてですね、この車がどんな感じの車なのかっていうので、こうちょっと補足しながらですね、解説して、車選ぶ時の、参考になってくれたらなと思います。かなり長くなります。全車種やるわけですから、気長に、まったりとね、雑談動画みたいな感じで見ていただけたらなと思います。では行こう。まずはみんな大好き RX7FD ですね。こちらの車種なんですが、今作では結構落ち着いた性能になっております。過去作が強すぎたという表現でいいのかな。とにかくコーナリングマシンということで、タイムアタックとかはもうほとんどこの車で独占していたんですが、今作はちょっとね、挙動進化というわけのわからないアップデートが入ったことによって弱体化になっておりますが、でもまだ曲がる。まだ曲がります。まだね、上級者の方も使ってるし、タイムアタックでもまだ名前をね、残せてるので、性能自体は悪くはなってないと思います。ただ過去作が強すぎた。だから今作ではちょっと落ち着いているという表現になるのかなと。で、あと、ブーストは普通、加速もそんなにめちゃくちゃ悪いわけではないです。で、接触性能と最高速がしんどいので、直線コース、湾岸線エリアとかでは走らない方がいいし、接触性能、ガリ、攻めてもいいけど、攻めない方が、基地ではあるかなっていう感じですね。でも全然やれるとは思うので、対人戦でも驚異的な性能を持つ車種であることには間違いないと。過去作が強すぎたってことは、どんだけ前強かったんだっていう そんな車ですかね。人気があって一番使われている車種でもあるので、一番使われているイコール強いっていう表現は間違ってないと思うんで、今作の弱体化は別にいらなかったんじゃないかなと思うんですけど、今作の FD はこんな感じですかね。サバンナ RX7、FC って呼ばれてる車ですね。このゲームの性能だけの話をすると、お世辞でも強いと言われる性能ではないですね。特に加速と接触性能が辛い車になりますね。通称ドッカンターボって言って、加速してからその戻るまでのタイムラグが激しすぎて、すごい独特の加速のスピードを持つ車になるので、ターボラグっていう言い方をするんですけど、とにかくちょっとしんどい。立ち上がりとかもしんどいので、加速はちょっとそんなにいいとは言えない。接触性能も、そんなに強くない。結構弱い。で、過去作だともうちょっと弱かったんですけど、ブーストとか、最高速、コーナリングともに弱かったんですけど、今作はちょっと頑張って普通、平均的には戻ってきたのかなっていう印象ですね。だから、もうこの車かっこいいし、見た目もすごい人気あるし、で、知名度もあるので、結構使用人口は多い車なんですけど、やっぱ高ランクの方とか、やっぱ上級者の方が使う車なので、ちょっと初心者の方が一番最初にこれ選ぶのは、ちょっとしんどいところはあるかなっていう、ちょっと愛とか、本当に好きなんだぐらいの勢いがないと、その性能だけの話をすると、結構辛い車の種類には、なるのかなと思います。ただもう使ってる人も多いし、本当にさっき言った通り見た目がかっこいいので、モチベーションにはつながるからですね、性能の差をそのところで 埋めるっていうのも一つの手かなと思いますけど、性能で言うとこの辺りになります。RX8 ですね、今作では強化されてめちゃくちゃ強いです、正直。もともとコーナリング性能が非常に高い車で、タイムアタックとかでも RX7 とすげえバチバチやってたぐらい強かったんですけど、7がね、今回弱体化したので自然的にこいつが上がってきたと。で、なぜかこいつ、ブーストも強化されて、その接触性能も強化されてるんですよ。もともとはタイムアタック専用マシンみたいな感じで使われていたものが、なぜかその対人戦でも使えるようになっちゃったもんだから、もう、手がつけられないです、正直。正直強い。マツダ車でも1、2を争うぐらい強くなってます。弱点は最高速ぐらいかな。でもそこまで気にならないし、
まあ決して弱くない。弱点ないって言ったらこれまでかなって感じですね。本当に強いです、この車は。うん、まあ加速も強くなったし、ブーストと接触性能が弱かったからコーナリングすげえ抜群っていう感じで、そこでバランス取ってたのも関わらず、ブーストと接触性能上げちゃったもんだから、もう手つけられない、そらそうよねっていう、そんな性能になっております。まあだからまあ、その、まあ車の好き嫌いあると思うんですけど、まあ性能だけで、このゲームの性能だけで行くんやったら、7よりかは8の方を選んだ方が確実ですね。サバンナ RX7、まあ、SA ですね。こちらの車なんですけども、下方修正された FD と比べると、こいつは強化されたので、必然的に評価が上がったマイナー車。まあ、あまり見かけない車だと思うんですけど、割と、コーナリングと対接触性能、まあ、ガリがかなり強い車になりますね。まあ、過去作ではかなり弱かったんですけど、今作結構強化入ってですね、割と侮れない性能になってます。はい。まあ、ブーストとか加速とかはやっぱりちょっとこう弱いところはあるんですけども、まあ、ほんと曲がるし、ブロックできるしっていうことで、まあ、先頭に走って維持し続けるような走りが得意な車になりてますね。うん。まあ、使用者が本当に少ないので意外と舐められがちなんですけど、今作は割とガチだと思います。うん。なんか FD の人気に、影に隠れてたんだなってぐらいの。まあだから、もうこの車マイナーだから結構使ってて見られるんじゃないかなっていう。何その車みたいな。でも結構ガチなので使ってみて損はないと思います。サバンナ GT ですね。コスモスポーツのライバル車と言われてるぐらいの、マツダの旧車の一つですね。まあ、当時だと接触性能マジで強かったんで、まあ5だったんですけど、今作はちょっと弱体化されたんで4に止まってますけども、まあ、どの性能もバランスがいいので、まあ、初心者上級者問わず使えるいい車だと、まあ、評価されておりますね。まあ、特にまあどれも水準が高いのでめちゃくちゃ強いです過去作はもっと強かったっていうところですからね。まあ、ブーストも接触性能もまあ上々ですし、まあ、加速最高速もまあ標準ぐらい、まあ、コーナリングも、まあ、全然挙動もすごく素直だからですね。まあ、すごく扱いやすい車になりますね。まあ、すごい、車体も小さいからですね、すり抜けもしやすいのに、接触性能も強いので、まあ、対人戦だと、まあ、特に脅威になる、車種の一つですね。なんか特にこだわりとかがなければ、サバンナ GT 作ってみるのもありだと思いますよ。意外とね、使ってる人多いので、カスタムもかっこいいしね。うん、おすすめできる、まあ、車の一つですね。コスモスポーツですね。前までは弱体化されて一時期は名前聞かなくなったんですけど、今作また強くなりました。おーい、なんで強くなったとやっていうレベルなんですけど。まあ、見た目が小柄なくせして接触性能ガチなんですよね。うん、この車って。で、まあ、さっきも言ったように小柄なので、まあ、コーナリング性能もすごいいいし、まあ、最高速、ブースト、加速、まあ、どれをとっても弱くないんだよね。弱くないので、まあ、コーナリングがいいし、だけ、まあ、加速っていうか、まあ、速度もね、殺しにくいし、まあ、全体的にすごいまとまった性能、プラス接触性能ガチみたいな。まあ、割と本当にさっき、紹介したユーノスコスモとマジでいい勝負する。ぐらいのレベルですね。なのにコーナリングいいからね。じゃあユーノスコスモ何だったんですかっていう話になってしまうんですけど。でもコスモスポーツも今作、性能が弱体化されたのが戻ったので、まあ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 、また見る機会は多くなってくるんじゃないかなとは思いますね。なんで FD を弱体化させたか俺には本当理解ができんけど。まあね、弱体化されてしまったコスモスポーツが帰ってきた。まあ、WR プラスからは帰ってきたのでですね、まあ使ってる方はぜひ使ってみて、まあ作りたい方はぜひ作ってみてください。絶対に強いから。旧車の中では本当に1位、2位を争うぐらい強いと思うので、まあ僕もおすすめする1台の、車になるのかなって感じですね。この見た目でガリ強いのってなると思います。アテンザーですね。最高速と接触性能の性能は割とガチですね。まあ、強いと言われている車種にも渡り合えるぐらいの性能は持ってます。まあ、コーナリングを見た目に反して、まあ、曲がる方ではある。
まあ、めちゃくちゃ滑るわけでもないので、まあ、平均的なコーナリングなんですけど、まあ、ブーストと加速が弱すぎるっていう難点を持ってますね。とにかくブーストが弱い。もうこれワンチャンゼロでもいいかなってぐらい弱いので、一回ミスしちゃうとなかなか追いつくのには本当苦労するような、そんな車ですね。で、加速もね、まあ、5速6速あたりは悪くないんですけどね、その4速あたりのね、なんだろう、赤カーブを曲がった後ぐらいの立ち上がりの遅さっていうのがすごい目立つ車なので、まあだからまあそれをそうして言うんやったらもう常に先頭を走って維持し続けるような立ち回りが必要ですね。置いてかれたらブースト弱いんで全然追いつけないよっていう、まあ、結構癖のある車の方なので、まあ初心者には向いてないのかなっていうところですかね。まあ活かせる立ち回りができるんやったら良かですけど、まあアテンザをわざわざ選ぶ理由あんのかと言われると難しいっすよね。ロードスター S スペシャルパッケージと、まあ、RF ですね。まあ、どちらとも同じ性能なんでまとめて紹介するんですけども、まあ、この車、まあ、コーナリング自体がめちゃくちゃいいってわけじゃないんですけど、車自体がすごい小柄なので、まあ、結果曲がるっていう車ですね。まあ、ロードスターの中では、まあ、比較的頑張ってる方ではあるんですけども、まあ、言っちまえばあれですけど、やっぱロードスターなので、まあ、接触性能は可もなく不可もなくって感じですね。で、ブーストこいつ弱いんですよね。だからちょっと置いてかれやすいところはあるんですけど、まあ、加速と接触性能は、まあ、ぼちぼち、普通。まあ、加速も、まあまあ、よし。接触性能もよし。まあ、コーナリングは、まあ、結果曲がるみたいな。で、最高速とブーストが弱いんで、まあ、ちょっと福岡エリアとか湾岸線はもちろんきつい。まあ、C1 で頑張ってるぐらいですかね。まあ、ロードスターの中じゃ比較的強い方ではあるけども、まあ、でもロードスターやしな、みたいなところがあるので、まあ、ちょっと厳しいところではある。まあ、なんつったらいいかな。まあ、バランスは悪くない。強みもないけど、みたいなところですけど。まあ、バランスがいいので、とっつきやすいかなとは思うんですけど。まあ、ロードスター、まあ、まあまあ、頑張ってる方かなって感じですね。ロードスター RS ですね。この車はブーストと加速が、結構強くて、まあ、コーナリングも、まあ、小柄なので結構曲がります。なので、まあ、タイムアタックとかでも結構使われてるところはちょくちょく見るような車種になります。ただ、その代わり接触性能がかなり弱いので、対人戦には向いてない車種かなというところですかね。結構、さっきの SSP と比べると、割と逆の性能してるのかなと思いますけど、割と侮れない。もう接触さえしなければ、もうすり抜けてスイ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 行って、いつの間にか1位みたいな立ち回りが向いてる車になりますね。まあ最高速はちょっと弱いんですけど、まあほとんど対人戦は C1 なんで、あんまり気にならないのかなとは思いますけど、まあただそこだけです。もう接触性能だけが弱いので、もうそこだけ注意してくれたら、この車も結構強い車の分類になるんじゃないかなと思いますね。ユーノスロードスターですね。先ほどのロードスターと比べると、まあ、最高速がすごい伸びるタイプの、ロードスターになりますね。まあ、ブースト加速も悪くないが、まあ、接触性能と、まあ、特にコーナリングが結構癖があるのかなっていう印象ですね。なんか知らんけど滑るんだよね。まあ、ただ、まあ、ロードスターの中では滑るっていうだけだから、まあ、全体で見たら、まあ、全然滑ったことにならないかもしれないんですけども、まあ、それでもやっぱ直線がやっぱ得意な車なんで、まあ、コーナリングにちょっとこう癖が出てくるのかなっていう印象ですね。まあ、なんかまあ滑るっていうことはまあちょっとプレイヤースキルが試される車種でもあるので、まあ、ハーフアクセルしたりとか、まあ、カウンター当てたりとかしてちょっとね、カバーしないといけない車なので、まあでもまあ伸びるのは伸びるので、まあ直線とかで差を縮めていく。まあブーストも悪くないので、まあ対人戦では戦える車種の方ではあるかなと思いますけど、まあこのあたりは結構人の、プレイングスキルが試される、そんな車種かなと思います。ユーノスコスモですね。まあこの車を一言で言うならめちゃくちゃ硬い車って感じですね。もう接触能力がかなり高いので、もうバリバリ肉弾戦仕掛けることができる。まあマツダの中では比較的マイナー車になるのかな。知名度もそこまでないのかなと思うんですけども、このゲームの中ではかなり強い車になりますね。まあ4速車っていうところもあるので加速力もかなり強いです。まあで、最高速がもともと得意だった車だったので、まあその今回の、まあ加速が強くなった部分と接触性能を活かして、まあ先行でひたすら
それブロックしながら前に行かせねえぜみたいな立ち回りがかなり強いですね。まあただブーストはそこまでめちゃくちゃ強いっていうわけではないので、まあ加速と、まあ、接触性能でとりあえず戦っていくような車ですね。ただコーナリングがかなりきついかなっていう印象があるのでですね、まあ結構あテクニカルコース、まあ、C1 エリアを代表するあたりとかはまあ難しいのかなっていう感じはしますね。まあただもう一回ハマればもう本当に無双できるぐらいの車なので、まあ使ってて楽しい、そんな車かなと思います。